はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の趣旨シリーズ第68弾やっていきましょうで今回問題9問ありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれじゃあ画面下げますのでお待ちくださいぎょにょ はなかなかいいんじゃないでしょうかよしじゃあ参りましょうっていうかもう68弾までやったんですね、まあ、これを見てくださっている皆さんがね何本の刺繍やってくださったかわからないですけど、まあ、1問平均、まあ、10問10問ないのもあるけど10問ってしても680問かいや絶対相当な基礎力つくよねっていう自分を褒めてみましたがやっ,てくれ、ね、やってくれてるみんなもありがとうじゃあまずね1番から参りましょう で、まあ、いつもあるね、足し算と掛け算があるパターン。で、これは、掛け算を先にやるのが計算の順序のね、ルールなので、こっちを先にやりましょうと。で、マイナス3かける2なんで、これはマイナス6になる。つまり5、5引く6。まあ、ちゃんと書くと5、5プラス、かっこマイナス6。なので、答えはマイナス1と、こうなります。 で、2番は、ちょっとね、ごちゃごちゃしてますが、え割り算と掛け算のみ。で、これは、ここを先に計算して、それの答えをかける 4Y、またするっていう、2回ね、計算でも OK なんですけど、自分はまあ結構一気にやっちゃうのが好きなので、一気にやっちゃいます。で、まず、えっ、ー、と、項を確認すると、プラス、マイナス、プラスなんですよね。全体計算すると、マイナス1個なので、マイナスが奇数個の時は、答えもマイナスになります。ただ、先に書きます、自分は。 でこうやって一番最初にあるものと掛け算のすぐ後ろのものが、えー、と分数の上に来ます。だから 3xy の2乗かける4 y とこいつとこいつが上に来る。で割り算の後ろのやつが下に来るので,でマイナスはねもう使ったからいいとして 2x2 乗 y が下に来ます。あとは丁寧に約分です。 y は1個ずつこれ消しちゃいましょう。2で約分すると2が残ります。忘れやすいんで丸とかつけておくといいです。で x は上の1個下を1個消すのでこれ分母は残るんですよね x がこのパターン。であと残ったのがマイナスと3とえーと y の2乗かここですね。で全部くっつけるとマイナス下に x。 上は 3y2 乗と2が残ってるんで掛け算して 6y2 乗と。でここ何年か効率のこう数学ねずっと解いてますけどこのタイプの問題って分数になる方が実は少ないんですよ綺麗に普通に 6y2 乗だけとかになるパターンのが多いんですが個人的にね塾講習をやってる時から思ってるのはこのタイプ増えるだろうなって思ってるんです。 だって、計算の授業をちゃんと検査結果をや,やらせて、分数の処理をちゃんとできてるっていう理解もわかるから、まあ、これ増えていくと思うよ。みんなの都道府県の過去問であんまり見なかったとしても、絶対に対応できるようにしといてください。いい普段練習してないと、突然受験の時に出てくると、えってなったりするんだよね。普段分数なんないけど、ね、分数になっちゃったらいいのかな戸惑うみたいな。その戸惑い、マジでいらないのでそう、邪魔になっちゃうから、みんなの力を発揮するのにね。なので、こういうパターンもね、慣れておきましょう。 で次が今書いてないんですけど a がルート6ですその時にこれもっと,と計算しなさいとでやっ,ちゃやっちゃいけないっていうかやらない方がいいのはここで代入するのねルート6ルート6ルート6ってまあこれ計算簡単なんでできるっちゃできるんだけどこういうのは一度先に計算しますルート6を代入する前に計算するだから a を配ると a の2乗配るとプラス 2a だよね マイナス2も配るとマイナス2 a マイナス4となります。でここ消えるんよねここ。だから残るのは a2 乗マイナス4となります。こうなってからルート6を代入する。でルート6の2乗ルートは2乗するとルート消えてくれるからつまり6になりますと。だから6引く4になって2これで終了でござると。いいかな ?4 番二次方程式ですね。これはあのシンプルなやつです。 あのなんイース分解できるからねよいしょよいしょかけてマイナス16足してプラス6になる数字のコンビ探しましょうとまあ16は 1×16 とか 2×8 とかね 4×4 とかがあるわけですけどこれは 2, か2と8を使いますで足してプラス6にしたいからこういうコンビにするとかけても マイナス十六になるし、足してもプラス六になる。ね、だからコンビ見つけることができたんで、これで因数分解完了。こうなったから、まあ機械的にね、覚えるんだったら、ここにある数字。の符号を変えてあげます。プラス八がいるから、答えのとこにはマイナス八とマイナス二がいたから、プラス二。まあ、プラスは書かないけどね。これで終了です。 でちょっと右や右に上がってんな,なんでこうなるかっていうとここ,こ,とことの間掛け算でつながってますつまりあるものとあるものをかけてゼロになるものを探したいんですいなあるものとあるものをかけてゼロになりたいとそれはこのあるものあるものどっちかがゼロになってくれれば掛け算でゼロになりますよねつまりこいつかこいつがゼロになればいい x プラス8が0になればいい。これ解いたらさ、プラス8こっちに持っていくからマイナス8ですよね。これも同じです。x マイナス2イコール0解くとマイナス2が右に行くからプラス2ですよねって。だからこの答えになります。で、こうやって機械的に覚えるのもいいんだけど、これが理由ってことは覚えておいてください。じゃないと変な引っかかりにあの引っかかります。そう、こういう引っかけの問題も作れるので。いいかな。で、5番でございます。ルートの計算だね。 45これは 9×5 なので9が3の2乗だから3ルート5に直せます45ねでプラスルート5はそのままいきましょう20は 4×5 ですねつまり4が2の2乗だから2が出てくるとつまりマス2ルート5全部ルート5で揃ってますだからルートの外の世界外ね31-2 これだけ計算する。3たす1が4、4ひく2が2が残るから2、2でルートの中身は変えません。足し算引き算はね。だから2ルート5で終了ですと。で、じゃあ6番右行きます。多分今回の問題で一番難しいっていうか引っかかるのはここです。割合ね。で、求めたいものは下です。1500円の A 割引のを表しなさいって言ったら、これいきなり行くのちょっと難しいのでワンクッション入れます。 えまず、もしね、これちょっと苦戦した方、今、説明聞いてくださってる方、もしよかったら、動画止めて、一回これやってごらん。1500円の2割引いくらですかって、まあ、これね、暗算でできちゃう方もいると思うんだけど、いいでこれ、どうやるかっていうと、ちゃんとね、ちゃんと、あのね、あのー、自分、パーセントに一回流す説明をよくするんですよ。 それは実行試やってる時に割でいくよりもパーセントで統一した方が結構なんだろう解ける子が多かったのでそっちに流します一回そっちで説明聞いてまず2割って何パーセントってこれ20%です1割って10%なのよで20%引きでしょ20引いてるってことはもともとの値段の80%分になりましたっていう話なわけ いいマックスは 100%, です100の値段から20%を引いたので80%分の値段になりましたよって,っていいでこの計算方法っていうのはもともとの1500円にって100分のをつければ計算式に使うことができますこのまま使えないの80とかかけちゃダメだよいい下に100分のっていうのをつけることによって 1500円の80分ですっていううふにでできるでこれ普通に計算していくとこれ1200になるんよ1200ねだから1200円でしたっていういいかなこれが2割引きの計算です。合ってるよね合ってる合ってる大丈夫よかった不安なししたでこれが無理やり自分がよく使うで1回寄らせるやり方でこれ寄らせなくても割のまんまでもいけます なぜかっていうと、割っていうのは、さっきパーセントはさ、100分のをつければ計算で使えるって言ったでしょ。割は、下を10分のをつければ計算で使えるんです。だから、2割引きじゃんか。つまりさっきと同じように考えると、2割引いてるから、マックス10割です100。100%と10割が同じ意味です。つまり、10割だったものから2割引いてるから、残ったのは8割だよね10。10引く2だから。 つまり、8割分になりましたと。だから、元々の1500円に8割分になったので、10分の8。割は10分のをつける。そうすると、計算で使えます。これ同じだから、結局。だって、ここ、0で約分したら10分の8なんだもん。同じだから。だから、どっちでも言ってもいい。ただ、パーセントの方が身近なんだよね。日常生活で目にするから、子供たちが数学が苦手なことがも、うそっちなんかとっつきやすい。 いいかなまずこれがあできるようになってくださいでよで話戻ってくる1500円の A 割引どうするかっていうでこれはパーセントでやるよりも割のが簡単です実際はいや割でやってみようか割でいくと A 割引なんですよ A 割引した日10割10割,10割マックス10割から A 引くんですはい何割分になりましたかっていうここがポイントこれが 10-a 割分になりましたって、ここがちょっとね、いやらしいところよ。10-a 割分です。だってこの a が2だったら10、10-2して8になるわけじゃないか。だから10から a を引いたっていう。で、あとは同じ。さっきと同じように考えると、1500円の十割、a、ごめん、10-a 割分にしたいから、かける、 割は10分ののつけるのがルールーでしただから10分の1 0く a っていうこれで OK ですあと約分しましょう0消えますねだから 150× こいつで分数の棒から落ちた時には括弧が絶対ですだから150配りますつまり1 5 0 0く1 5 0 a とこれで正解になりますいいかな でもしねもしパーセントに無理やり寄せていくんだったら A 割 A 割が何パーセントっていう二割は二十パーセントよじゃあ A 割はって言ったら十 A パーセントになります十 A パーセントで十 A マックスが百パーセントなんでしょそこから十 A パーセント引くから結局百引く 10A% 分になりましたっていう話。今の80%分のここは同じね。で、それを式に持っていくと、1500×% は100分のじゃないと式に使えないと。100分のこいつにしたいから、100ひく 10A となります。で、ここで約分してもいいけどね。100と1500を約分すると15が残ります。あとは 15× カッコつけるとと全く同じ答えになりますよといいかなこうしとくわ。まあ、どっちでやってもいいです。多分割りの方が簡単。簡単なので、まあ、こ,のこれを機にね、今までパーセントでずっと勝負してた方は、こうやって割りでもやるこトに直さなくても勝負ができるんだっていうのを覚えてもらえると幸いです。いいかなほんじゃ、7番いきましょう。ちょっとグラフはあ、ヒストグラムはね、あの編集で出しておきますね。で、このヒストグラムがあって、求めたいものは、 最、えー、最頻頻値値です最頻値普通にねちゃんとあのただのこう数字が並んでるんだったらさ一番多いやつ探せばいいから簡単なんですけど、えー、階級しかないんですよ階級で一番多いのはさもう目であグラフ見たらわかりますよね7.0から7.5までですつまり秒秒以上秒未満ここに最頻一番多いなって最頻って一番多いってことだからね はい、最近がいるなと思うわけ。じゃあ、どの数字書けばええんやろってなるわけです、ここで。で、これは覚えてください。皆さん、階級値っていう言葉があります。それは、その階級の、まあ、値ね。階級、今7.0秒以上、7.5秒未満っていう階級の値を書く、まあ、とかね、使う場面が出てくるんですけど、階級値は、これとこれのちょうど真ん中の数字です。ちょうど真ん中。 もちろん、これがね、すぐちょうど真ん中がパンって分かる方は出してください、そのまま。もし、え、真ん中なんだろうって思う方は、足して2で割るんです。つまり平均出してる感じです。足して2で割る。足すと14.5ですよね。14.5割る2するから、これ7.25になります。階級値はね、7.25。つまりこれのど真ん中の数字です、階級の。で、 この回とヒストグラムがあって、階級しか載ってない状態で、最頻値出しなさい、みたいみ、ね、みたいなことを言われたら、階級値出す、書けばいいんです。階級値。だから今回は、ここにね、これが最頻値がいるとこだと、それのど真ん中の階級値が、そのまんま最頻値になるので、7.25秒をと書いて、これで終了です。 このど真ん中の階級値は例えば最頻値求めなさいあ、言いなさいって時もそうですしあのヒストグラムとか階級がない時の平均値、平均を出す時にも使います、この階級値。だからその階級値、ど真ん中の数字をよく使うんだっていうのは覚えておいてください。では次8番いきましょう。これ洗ったね。色、ひっくり返したが見やすかったな。ごめんね。で、8番はですね、直角三角形があります。ここ直角ですね。あって、x と置きましたと。 で、AD と BD と BC。ここが一緒です。一緒ね。じゃあ、この時、X 求めなさいと。で、まあ、有名な図形なわけなんですが、ここ、まずこの三角形ですね。下です。ここ。これ二等辺三角形になってます。辺がね。これ一緒だから。ってことは、ここも X です。ここも X。で、これ、解き方のパターン、何パターンかあると思うんですけど、自分が解いた方法で紹介させてください。はい、ここね。X、X、ここまでつきました。ここがポイント、次ポイントです。じゃあ、 ここ 2x じゃん。ピンときましたか大丈夫ですかここポイント。xx だから 2x じゃんっていうね。なんでかっていうと、これは三角形の内角と外角のルール。ちょっと図形がね、斜めになってるから見にくいかもしれないですけど、皆さん三角形がこうありますよね。ちっちゃくてごめんなさい。ここの外角、外の部分って、残ってる内角の2個足したものと一致するんですよね。これ覚えてください。三角形の大事なルールです。 三角形の一個の外角っていうのは残ってる二つの内角内側を足すとここに来るんです、外に。だから、ここ、この角度の外側にいますよね。こうビーンって伸ばしてるから。だから外側なので、残った二つの内角を足したものと一致しますよ。だから 2x なんです。で、そうすると、今度こっちの三角形、ここ、こっちね。二等辺三角形ですわ。 ここ 2x だから、当然、ここも 2x になります。で、ここから何をするかっていうと、じゃあ、外側全部見ましょう。外側、一番大きいやつね。三角形は角度が3つあります。ここは x、ここは 2x、ここは90度ですよね、直角だから。はい、3つの角度を足すと三角形何度ですか ?180 度ですよね。つまり、3つ足します。2x と x 足すと 3x。 プラス残りの90度足すと180度になりますと90こっち持ってきて引き算すると90つまり 3=90 なんで両辺3で割ると、X、イコール3 0度とこれで終了となります。いいかなさあラスト作図でございます。これはですね求めたいのは P です。で P はこの AC の上にいます。 AC でどういう条件が来るかっていうと PAB 角度ね角 PAB と角 PBA が同じになりますと。でどういう状況かちょっとね下が空いてるから下でいけるかなちょっと見に書きますわ見に。ちょっと見にねこれ。で P がこの AC 上にいるんですけど例えば、まあー曲がった ここに P がいる。で、PAB と PBA、こっち逆か、PBA と PB a だから、ここね、こういう角度、このね、この二つの角度が同じになる条件の、しかも AC の上にいる P を探したいんです。で、これを、こういうの書きたいなって、まずね、みんなで書いてみるといい。条件満たしてるもの、どんな感じかなって。そうすると、あ、こういうの書きたいなって。三角形のこういうの。定角が同じなんですよ、ここ。同じね。ってことは、これ何の三角形って。 これ二等辺三角形だよね定格同じだからあ今二等辺三角形書きてえんだってなるわけこういうのミニを書いておくとじゃあ二等辺三角形を書くのに使うね作図は何かっていつも言うけど作図は3つしかないんだ有名なのはで、そのうちのどれを使うかそれが二等辺を書きたいんだったら、えー、垂直二等分線これを書けば、えー きますなん、はい、でかっていうと、これ斜めにしてると分かりにくいかな。ちょっと横線書きますね。A、B にしておきます。こいつの垂直二等分線書きとします。書、まあ、き方はこっちでやるからね。こう、えー、ここに刺して適当大きめに開いてさ、シュッってやって、同じ幅でこっちにも刺してシュッってやると、シュあの、上で書くとシュッ、シュッっていうできて、シュッってやればさ、垂直二等分線書けるじゃないですか。ちょっと書きますわ。曲がってるけど許して。こうなってると。 で、これって、例えばどこのね、点を取っても、ここと、ここの長さは絶対一致するんだ。だってこれの半分で切ってんだもん。ここが同じだから、ここも絶対に同じになる。この A と B っていう点から同じ長さのものの集まりなんだよ。どこでやっても。つまり絶対に二等辺三角形ができるんだ。こうやれば。これもそうだし、もっと下の部分で作ってもそう。この三角形だって、 正確一緒二等辺ならだから二等辺三角形描きたい時はその下の部分こいつを垂直二等分線でこう描くとシュンってできるのでこの長さが一緒になるから二等辺描けますとじゃあ今ここだよね AB ここを元にしてこういうふうに垂直二等分線描けば OK だとだからまた大きめにねちょっと開いてもらって刺しますここに。で刺してッて ここれははミスるる気がすすよ、はい、こっちの指しますでこれ幅変えちゃダメだよこの幅のまんまこっちもよいってやるちょっと手が曲が曲るわこういう感じかなでこことここを結びますこうやってそうすると垂直二等分線かけましたで AC の上に P はいますよと言ってくれてるので AC のとこと交わったここに P ともうねつく書いた「Z」っていうのが分かるように P を書けばこれで今回は点 P を見つけて P の記号をつけなさいでこれで終了だしもし三角形 ABP を書きなさいみたいに書いてあったらちゃんと PB もつなげて三角形を書きましたよってちゃんとそこ条件見てねなんかこうやっぱ点を書く問題が多いからさ点書いて満足とかあるんだけどもしかしたらみんなの受験の時には三角形書きなさいとか違うものを書けって。 なってるかもしれないから、もったいないからね、ここまで書いたのに丸もらえないなんて悲しいから、まあ、そこも気をつけつつやってみてください。では、今回はね、この9問やらせていただきました、まあ。しっかり復習してもらってね、ぜひ自分の力にしてください。で、また次回もね、69段、70段と続けていきますので、よかったらそちらの方もぜひご覧いただけたらと思います。ということで、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。